あれ撮った？いや、個人ではもう久しぶりですもん。だっていつぶりだろう。あの平家以来でしょ。そうです。あれいつだっけ。いや、俺と伊藤君とでもあったの撮ったもんな。あれ今年だよな。今年でしたっけ。今年は明けだよ。あ、でももうそうか、6月だからそれでも結構経ってますね。うん。ということで、一芸ラジオ、りょうです。山口です。よろしくお願いします。いや、久々すぎて久々ですね。もういつぶりかわかんないですけど、とりあえず久しぶりです。久しぶりです。一芸一芸。今日まあ、あれ、ラジオでどう話したか、うん、たくさんもいて話したんでしたっけね。そうそうそう、一回話、あれはエリア的にどう言ったらいいんだ、なんか名前ありましたっけ。茨城県、うん、上層、あ、上層市の、あの被害になった名称自体はなんか関東なんとか豪雨だったんだよな。あ、かなり広い言い方に、ね、関東、そうそう、結構広い言い方して、はい、まあ決壊したのこの上層市。うん、そう、何年前ですか。もう2年、もうすぐ2015年の9月だからね。もうすぐ3年、もうすぐ3年、うん、前にまああったその茨城県での豪雨による、川の決壊とともによるなんだ水害ですね。でそれでまあ僕も含めてまあちょっとボランティアでこう来させていただいて、それの話を確かいつだか、まあたくさんも含めて山口さんともさせてもらって、まあそこをなんて言うんでしょう、その、お手伝いさせてもらったところに今日まあ来させていただいて、うん、まあ、全然今日お手伝いとかじゃなくて本当にまあここまで復帰しましたよっていうので、うん、まあ綺麗になりましたね。綺麗っていう言葉が合ってるのか分かんないですけど、そうですね。なんかあまり、ああここだったっていうのは面影は頭の中での映像での、こう蘇りでしかなく、ああここに跡が残っちゃってねとかそういうのはないですね。うん、そうですね。うん、すごい今まあ街もちょっと今車で見せてもらいましたけど、うん、そんなこうなんていうか、いわゆる爪痕みたいのはもうないんですよね。うん、当時はすごかったですけどね、やっぱり、うん、そこら中やっぱなんていうか泥というか、うん、土の跡とか泥とかがすごかったですけど、うん、まあもうだいぶ見た目は良くなってるかなっていう感じはしますね。うんうん、だこういう時がもう世間的にもね、最近は自然災害が多いから、次の災害ってどん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 いって、うん、例えばね、この後に熊本地震があったりとか、うんうん、熊本豪雨もあったし、はい、いろんな災害があるけど、まだまだね、やっぱり3年前で人も戻ってきてないところあるし、うんうん、人口の流出も続いてるし、うん、ようやくね、実は半年前にもう一回ここに住もうって決めて家が立ったっていう人もいれば、なかなかね、世間的には例えばコンビニとか行けばね、絶対にその上層市の豪雨っていうのは募金じゃない、うんうん、ないからね、うんうん、もう次から次へと、ね、移っていくけど、はいね、やっぱその自治体は結構ずっと大変は大変ですよね。うん、そうですよね。うん、それこそなんか、まあ、僕も、まあ、東日本とかはね、うん、あの関東圏も地震があったんで覚えてたりはしますけど、うん、それこそその前のなんだ阪神大震災とか、うん、記憶にないともうやっぱりなくなっちゃってるけど、やっぱその当時いた方にしては終わらないわけですし、うん、っていうのが多分今茨城でもあるのかなっていう、うん、だから当時1年経たない時はね、いろんなタレントがね、うん、例えばまあAKB とかもシークレットコンサートするとか、いろいろとこう支援は、ね、うん、してくれてて、やってましたね。ただつい最近このゴールデンウィークの時か、2018年の、うん、やっぱね、本当になんていうか、そのタレント事務所とか、 なんか制作会社とか入らないで、本当一個人タレントの思いで、はい、
あのここの自治体は俺が支えるんだっていうか、俺がやっぱずっとあのボランティアしていくんだっていう人っているんだなと思ったのがね、泉谷しげる。はあ、そうですか。泉谷しげるが1週間この2018年も3年経とうとしてるのに常総市に入って、へえ、復興イベント、はいはいはい、泉谷さんのあのアート作品を掲載して人を集めたりとか、わあ、なんかそんなのテレビでやらないでしょ。やらないですね。やらないし、多分彼あの泉谷さん的に何の収益があるのかもどうか分かんないんだけど、うんうんうん、もうとにかくこの2015年の時に来た時に彼としては約束をしたと、この、うん、もう一回帰ってくると、はいはい、もう一回帰ってきてイベントやるとって言ってそれに応えて、うん、まあ嘘かどうか分かんないけど、のこの常総市ってお米がすごい美味しくて有名だから、うんうんうん、俺はこの米に惚れたと、お米に釣られて来ちまったぜみたいなこと言ってるけど、あ、いいっすね、なんかでもね、それがまたさらに今年もそれだけではなくて、ね、なんかもう一回来るぞとか言ってたけどね。へえ、素晴らしい。うん、そのそうだから、そういうことなんですよね、なんか続けるというか、うん、別に太くある必要はないですけど、やっぱり続けてもらうのがありがたいっていうか、うんうん、そんな、なんか東日本だったら多分誰だろう、サンドウィッチマンとか、うん、渡辺謙とかってなんか未だにやっぱり別にこう大っぴらにやらずにやってるみたいですし、うん、あとあの石塚とか、あの本社若菜石塚とかもやってるみたいですし、で熊本もこの前そのコロッケさんが、あ、そうだね、もう本当にイベントもやらずに普通に炊き出しというか、まあお手伝いで、いまだになんか先月も行かれてたみたいな、ありましたしね。まあだから本当思うのはね、直後っていうのはやっぱりね、メディアも取り上げやすいし、そういう活動っていうのがねあるかもしれないけど、こうやってもう冷めてるっていうかね、ちょっと温度下がってる時に今でもっていうのはすごいなと思うよね。そうですね、うん、それやっぱ知ってないと分かんないですよね、うん、その時間経とうがやっぱり苦しみが消えるわけではないっていうのを知ってないとなかなかできないですからね、うん、普通はやっぱり忘れちゃいますし、うん、なんかあの復興支援とかそういうボランティアとかって言うとちょっと大げさになっちゃいますけど、うん、やっぱり現地の人とかそこにまつわる人が言うのは、うん、とにかくお金を落とす、まあ簡単な言い方になっちゃいますけど、うん、そこ行って別に旅行でも何でもいいし、うん、行って現地で何か買うとか、うん、飲食店入るとかだけでも全然やっぱりありがたいっていうのは言ってたので、うん、もうそれだけでもいいと思うんですよね。別になんか茨城来て、うん、なんか観光もしなくてもいいけど、うん、とりあえずその辺のラーメン屋入って食って帰るだけでもいいと思いますし、うん、まあね、この常総市なんていう市はね、全国的に見たら誰が知ってんのっていう詩だしね何が有名なのっていう詩だし、うん、で唯一ね全国的に有名だったのはそのやっぱり水害だから、うん、そうですね、うん、あれです、あの高校野球も有名じゃないですか。あれだから筑波の学校なんだよ。常総市じゃないの、ね、常総学院じゃないっていうけど筑波市の学校あれ。あそうか、うん、そうなるのか。まあ、市町村合併が盛んな時に、まあもうなんていうか、その上層って茨城全体をこうちょっと賄うような言葉ではあるから、うんうんうん、まあ、どこが使うかみたいな、はいはいはい、はい、うん、湘南みたいな感じですね。隣には坂東市ってやけど、はい、昔からその坂東っていうのは関東よりあの東を坂東っていうような大きいことだけだけど、だから坂東市なんていうのは、はい、その権利があるとかどこが使ってもよかったんだけど、へえ、うん、そうなんですね。そうだから、なんていうか、ネーム的にはすごく広がりやすいネームなんだけど、うん、それ使っちゃうとどこのこと言ってるのか分からなくなっちゃったりするよね。ああ、そうですね、うん、あの水害の時もね、もともとここは三つ街道市って言って、三つ街道って言ったらここだって分かったけど、常総市って言ってたからちょっと1週間ぐらいラグがあって、あれ上層市って三つ街道なのって言われて、なるほど、うん、大丈夫っていう人がいたわけ。ああのそれは確かに思いましたね、うん、で水害の時もね、水が海の道っていうから、もともと水が、ね、うん、こう広がるようなとこだったんじゃないの、水害があった土地なんじゃないのっていうのはさ、はいはい、あるけど、やっぱり
これ今だからさ、まだ見つかりとって名残だからね、分かるけど、これあと100年200年だった時、上層市っていう言葉を聞いて、うんうん、住み出した人がピリッとくるのかっていうね、うん、そうか、うん、僕もなんかその決壊した時のニュースで、まあ、川の地図があって、うん、ここが決壊してこうなって、こっち側に水が来てますみたいな地図が出た時に、うん、もう見つかりとか出てたんで、うんうんうん、多分あこれはもうやばいぞってすぐ分かりましたけど、確かに上層市とかだけだとなかなか、うん、あと川のイメージもないですからね、ないからね、そんな水害が起きるような街ってパッと浮かばないですからね、うん、まあそこの決壊した現場のまあ本当に決壊しないように堤防を作ったスーパー堤防ですけど、それはまあ今年だからね、完成したの確か。ああそうっすか、うん、去年の終わりなんか今年だからで、やっぱりそれぐらいかかって、うん、まあただこれっていうのはそれだけそこを決壊しないようにすると、うん、今度またこの下流がね、うんうんうん、そうですね、うん、だからそういうところはやっぱり隣の市とかいざってやっぱ助け合わないとなとか思うよね、うん、そうですね、水はどっかにか行っちゃいますからね、そうここ不正でも、うん、して下に行けば行くほどね、やっぱりその水の勢いがね、うん、そうですね、うん、確かにな、そうか、でも2年かかりましたか、うん、まあでもね福島とかとはねちょっとイメージは違って、うんうん、まあだいぶねやっぱり農作物とかのね、水にやられたとこだよねってのはないんじゃないの、やっぱりね、福島の人たちの苦労は大変だよね、そうですね、イメージっていうのは、うん、確かに、うん、だからまあそれぞれ、そういう大きい震災を受けたところの、ね、うん、それぞれのご苦労があるはずなんですけどね、なかなかわからないというか、うん、見えてこない部分がありますからね、この街がね、本当にやっぱり聞いたり体感するとこの上層市は人がねいなくなってて、うん、店の数は確かにね減っちゃうわ、減ってしまったら減ってしまったよね、うん、あとは、うん、人もね人口推移見れば減ってるし、あまあね頑張ってねこの戻る施策とか結構やってるけど、実際にこの人口が減ってくるっていう世の中の流れプラス、うん、まあ住みやすいところにどんどん住むというところでは、うん、一回やっぱ災害がね起きたっていうイメージを、うん、まあまあそうですね、うん、ペインはでも悪くないですもんね、エクスプレスで、そう秋葉原まで30分ぐらいですか、30分ぐらい、それで森屋駅来てそこから20分かからずに車では市内入っちゃうからね、うん、そうですよね、常磐道通ってもまあ都内からは1時間かかんないで来れちゃうから、うん、それでだって土地もそんな別に都市みたいに高いわけじゃないし、うんうん、いいとは思うんですけどね、うん、その一軒家マイホーム憧れてるようなタイプの方だと、うんうん、まあでも大体ね自治体には最近整っているであろう、まあショッピングモールみたいなのはないよね、ああないですか、あそうか、まだまあスーパーとか、昔はあったんだけどなくなっちゃったんだよね、それは水害前だけど、なるほど、うん、隣の市とかにやっぱりできちゃうとさ、うんうんうん、ただ水害後に一番のトピックスは京王道のさ、はい、上層インターができた、おほうほう、うん、それで上層インターをその皮切りに少しそこら辺で道の駅を作ったらどうかって話が出たりとか、はいはいはい、まあ、その物流のね、うんうん、圏央道を使っての物流のちょっと倉庫とかそういうのとかね、うんうん、いいんじゃないかっていうので少しずつでそこは話が出てきてはいる、まあ、何でもいいですよね、人がとにかく住めるなんかあれば、うんうん、
そうか、まあやっぱ車社会なんですね。そう、車社会だから、車社会はさ、まあ、さっきもちょっと亮と収録前に話したけど、はい、自動運転が出た時に大逆転生まれるんじゃないかっていう生まれるでしょうね。うん、はい、もう都心に住む必要なくなりますね。都心にね、うん、狭い家に住む必要なくない？ないっす、ないっすね。で、飲んだ後の代行だとか考える必要なくないでしょ。ないっすね、はい、確かに。それはね、あの高速道路は先行して2020年前半には来るかもしれないけど、うん、まあ、2030年にはおそらくね、うん、やっぱり中国とかアメリカの開発に負けないようになった時に、うん、もう俺田舎でもいいかなと思って、うん、そうですねの朝起きて、うん、自宅から乗って、うん、寝て、で会社の前着いて、そう、降りたら車勝手に自分家帰ると。そうで退勤したらまた迎えに来て、うん、で乗ってまた寝て、うん、起きたら家着いてる、うん、なくはないです。多分来ますよね、うん、そういう時代は。そう、車の中の空間を仕事できる空間にしちゃえば、ああさらに、さらに、うん、うん、そうですね。寝るか仕事するかで、うんうん、いけますね。うん、そしたらどうなるんだろう。電車がちょっと衰退するのかな。そう、うん、まあそうだね。電車がひょっとしたらね。でもその自動だから駐車場も自宅にある必要ないし、うん、会社の近くにもう別にいらないし、うん、いいですよね、うん、そしたらそうですね。僕もやっぱ広い家持ってみたいですけどね、うん、広い家があるとさらにその駐車がさ、うん、だから大人だけが乗るもんじゃなくなるんだよ。おなるほど、うん、子供、小学生とかの子供が学校とか塾とかに、はい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 、これ安全安全安心で送り迎えができちゃうの。そうですね、うん、そうか、うん、免許がいらなくなる。免許がいらなくなる。だからセブンイレブンとかにあるさ、あのちっちゃい一人乗り用のさ、たまに車あるじゃん、はいはいはい、あれが子供1台に与えられてうわー、そうか、うん、そういうのはそうだ、ありえるな。だから親の時間も子供の送り迎えに依存されなくて済むわけよ。そうかそうか、うん、ピッて、あ、終わったらしいから行っといでって、そう、ピッてやれば行ってくれるわけですね、うん、そうで、自分の親のスマホとか連動してて、あ、子供今乗ったねとかさ、うんうんうん、そうですね、うん、すげえな。そういう時代が来た時に本当に駅そばに住むのが得なのかはい、はい、会社近くのマンションに住まなくちゃいけないのがどうなのか、うん、そうですね、うん、考える時代が来ますね、うん、だとしたらね、ひょっとしたらこの上層市イメージが水害で土地がほとんどついてない値段のようなとこ住んで、うん、さっき言ったねはい、はい、都心まで1時間かからないぐらい、はい、これどうですか皆さん、先行投資あれですね、あれでしょ、はい、広大な土地買っておいて、うん、泉谷しげるは米が美味しくてもう惚れ込んだ土地ですこれ、うん、ありですよ、うんうん、まあね、確かにね、米も美味しいし、酒蔵もあるの、はいはいはい、うん、そこもまあ被災した酒蔵なんだけど復興してるしね、うん、うん、まあ、米が美味しいってことは酒もうまい、日本酒もうまい、うん、うん、確かに住みやすい、住みやすいでしょ、うん、僕らなんかだとちょうど老後に当たるかもしれないですね。うん、そうねそういう時代が来るの。そうね、トヨタもこの間なんか株主総会でちょっと言ってたけど、まあ、最初にやっぱり間違いなく高速道路の補助する人間がいるの前提の、はいはいはい、まあ自動運転化は2020年、うんうん、もしくは21、2年ぐらいには来ると、はいはい、ただ2030年にはもう全部の行動がそうなるんじゃ、はい、そしたらね、まだ現役で俺ら仕事も、そうですね、まだいけるな、うん、そうな、うん、そう考えると電車ってもう速度上げる、うん、安全性上げるしかないじゃないですか、うん、車って何とでもなりますね。なる、なんか、うん、今思いましたけど、うん、
ただの箱みたいなの出るかもしれないもう本当にただリビングが動くみたいな車車輪もまあ目立たない感じなんでありですね、うん、個室が動く個室が動く、うん、あそれ面白いな。なんかまあなんかしてる間にどっかに着く、うん、そうで何ならそこで一泊できるみたいな、うん、あ面白いなそれ。なんか音楽フェスとかでも、うん、個室ブース用の土地がこう用意されてて、うんうんうん、そこにみんなシュ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 ってこう箱ごと入って一泊すると。1日目ライブ見て、うん、そこ泊まって、うん、まあキャンプ場みたいなもんですけどね、うん、で2日見てその箱ごと帰るって、うん、なんか土地だけあればいいですもんね。そうそう土地だけあれば面白いな、うん、キャンピングカーのコンパクトバージョン。そうだね。そう面白い。まあ、頼んだものもだから人に依存しないから人がいないとかじゃなくなるからね配達もそうか、うん、そうか、うん、あそこの集配所届いたんで取り来てくださいっつって、うん、はいみたいな言うこといけんすね。そうあとはだから人がいなくて配達員がいなくて再配達の時間ができないとかじゃなくて、うん、もう車があればそれがブイーって言ってた自分がさこう今いますってやれば来るでしょ。そうか。それ別に家じゃなくてもいいんだよ。そうかそうか、うん、あーなるほど、うん、あじゃあうち の, あのナンバー X の車行くんで入れといてくださいっつってそう連絡しといて、うん、ああすげえなるほど。だ そこら辺考えてね。いやもう一番最初のここ数年の中一番びっくりするっていうか考えなくちゃいけないことは俺自動運転だと思ってる、うん、確かに、うん、で今ね AI もすごいことになってますから、うん、掛け合わせたらすごいなんかえらいことになりますね。なるからそれを考えてやっぱビジネスとか考えていかないと、うんうん、もうまずい時代だなと思うんでね。そうですね、うん、っていうところですね。ですね。なんかやばい、はい、上層市の話じゃなくなっちゃうんです最後。いやいや最後なんか締めとかないと上層市、ね、はい、まあ上層市で、泉谷茂に負けたくないっていう人はぜひとも。そうですね、うん、泉谷茂は別に生まれとかではないんですよね。全く関係ないらしいよ。ああ素晴らしい。うん本当に、うん、まあでもそう、うんうん、ぜひそのなんか補足長くでいいので、うん、支援とまでいかなくてもなんかね、うん、気にしといてもらうだけでもそうですねいいと思うんでね、うん、ぜひぜひ。あとはもう土地、うん、先見の明のある方は、うん、土地を先に買っておいていただいて、うん、ぜひあともう上層市の人たちにもお願いしたいのは、まあ、近くのね市とかちょっと遠くの町とかで被災があった時には、まあ、恩返しのリレーであって、うん、あの時助けられたってやっぱりしてあげるっていう少しそういうのを。そうですね。東日本は水害受けたところの人は結構あったみたいですね、うん、私たちも大変だったからって、うん、まあそれぜひぜひぜひお願いしていただいて、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。